2010年バンクーバーオリンピック開会式会場に入場するガーナ選手団関連的に関連な国々と関連付けられる冬季オリンピックだが、いくつかの熱帯諸国も参加している。これらの国々にとって、その機構はウィンタースポーツを行う上で不利となり、これまでの冬季オリンピックにおいてメダルの獲得はない。そのため、彼らのエントリー自体が三面記事の対象となることも、 しばしばである。初めて冬季大会に参加した温暖な気候の国はメキシコである。メキシコの井戸はほぼ北海岸線より北であり、国土の大部分は砂漠、またはステップ気候に属するので、同国は正しくは熱帯国と言えない。しかしながら、1928年の冬季オリンピックで5人の男性選手からなるボブスレーチームは、 初の冬季大会競技で23チーム中11位の成績を挙げた。1984年のサラエボまでメキシコが再び冬季大会に登場することはなかった。初の冬季オリンピックに参加した熱帯国はフィリピンだった。同国は2人のアルペンスキー選手を1972年札幌オリンピックに送った。ベン・ナナスカは73人がエントリーした。 大回転競技に参加し42位。しかしフアンシプリアーノは途中棄権した。また回転競技では両選手ともに途中棄権となった。コスタリカは1980年の冬季オリンピックに出場し冬季大会に参加した2番目の熱帯国となった。アルトゥーロ・キンチもまたアルペンスキー競技に参加した。キンチは1980年、1984年。 1988年と3大会連続して出場した後、45歳当時の2002年、ソルトレークシティオリンピックに4大会ぶりに出場、4年後の2006年、トリノオリンピックにも出場した。なお、このトリノオリンピックでは 15km、クロスカントリースキー競技でしたから2番目の96位。最下位は、タイのプラワット・ナグバジャラだった。 カナダのカルガリーで開催された1988年冬季大会には、コスタリカ、フィジー、グアム、グアテマラ、ジャマイカ、オランダ領アンティル、フィリピン、プエルトリコ及びアメリカ領、バージン諸島とより多くの熱帯諸国が参加した。ジャマイカのボブスレイチームはこの大会で人気を博し、1993年の映画クールランニングの題材にもなった。その6年後、 リレハンメルオリンピックでは、ジャマイカから4人の選手が出場し、アメリカ合衆国とロシアを抑えイアる14位となった。また、カナダからは、ジャマイカ人選手が出場し、銀メダルを獲得した。イタリアのトリノで開催された2006年冬季大会では、エチオピアとマダガスカルが、冬季大会に初出場した。また、カナダのバンクーバーで開かれた2010年大会では、 ケーマン諸島選手団、コロンビア選手団、ペルー選手団及びガーナ選手団が初出場した。熱帯気候の国々が赤くハイライトされた世界地図投機大会に出場した熱帯諸国が赤くハイライトされた世界地図以下は完全、またはほとんどが熱帯に属し、欠片の気候区分において熱帯気候に分類される諸国のうち、 オリンピック冬季競技大会に出場した国々の一覧。数字は出場した冬季大会の開催年。アネタイなど他の温暖な気候の国々も冬季大会に出場している。例としてオーストラリア選手団、バミューノダ選手団、チャイニーズ台北選手団、香港選手団、インド選手団、メキシコ選手団、ニュージーランド選手団、南アフリカ選手団、エスワキニ選手団、 北アフリカ諸国からもアルジェリア選手団やエジプト選手団、モロッコ選手団などが出場している。1992年にニュージーランドから出場したアンレリーズ・コバーガーは南半球諸国の選手として初めて冬季大会のメダルを獲得した。2002年にオーストラリアから出場したスティーブン・ブラッドバリーは南半球諸国の選手として 初めて冬季大会において金メダルを獲得した。トンガからはバンクーバーオリンピックでリュージュの一人乗り競技において初出場を果たした。これには同国からメダルの獲得を期待され、いくつかのメディアから関心を持たれたが予選の最終ラウンドにおいてクラッシュした。2010年現在冬季パラリンピックに出場した熱帯国の選手は一人だけである。トフリーキブーカは ウガンダ人選手として1976年当期よび1980年当期のパラリンピックのクロスカントリースキー競技に出場した。キブーカはノルウェー国籍を得た後、1984年からはノルウェー選手団としてパラリンピック陸上競技において6個のメダルを獲得した。2002年の大会はジャマイカ選手として2006年からは カナダ選手として出場した。ありがとうございます。